皆さんこんにちは、レックス二講師の根本です。これ、全科目卓一過問コンプリート講座、ね、強諾法司法書士法の第一回目、前半の講義始めてまいります。体系番号、えー、あレジュメの方ですが、一ページ、いつものことは載っております。二番の方の、丸三番の方を見てください。え、問なんですが、とりあえずは平成十年以降、をまず攻めてください。ただ、強諾法は一番過問を重視する科目になります。もうできるだけ、平成以降は、最後はぐるぐるで、ね、全部回してほしいところです。 他の、ね、どの科目よりも教託法は過去問が重要です。ここはしっかりできるだけ多くの範囲をやっていってください。では行きましょう、体系番号 1c の4、年度番号が28年9問、管轄ステップ1、やってみてください。どうぞ レジュメの方は2ページを見てください。え土地管轄と書いてあります。えどこに、えー、収めるのかといったその場所の話ですが、原則、別にこれはどこで協卓しても本当はいいんです。まあ、ただこれもうほとんどは選挙協卓ぐらいしかまあ、受験的にはないんですね。ほとんどは場所が決まってるんです。ただ決まってないものはどこでもいい。でどこでもいいの本当に代表例が選挙協卓です。 だから埼玉県のね、県議会議員を出るのに、沖縄の方で供託をする。と言っても、まあ理屈上は許されます。今回のうがそこに当たります。ただ例外。場所がもう決まっちゃっているという場合は、そこにしないと却下になりますよと。でどんな時場所決まっているかっていうのが、次の図表の二です。え一番目、弁済供託。 原則見てください離港地になります例えば離港地がまあ埼玉県総科市のあるね、えー、住所で行うとしたとしますこの場合協宅どころは埼玉県の総科市内市内の協宅所のことですかっこの中意識して、ね市,町えー、市町村内市内の協宅所にするのが基本ですで総科市にもし 協宅どころがないとどうなるかっていうとそれが次の例外になりますこちらの方特に括弧の中都道府県内の最寄り県内最寄り埼玉県の最寄りのとこに行きなさいとで、この先例通り聞いたのが今回のあなんですよ2行目にね協宅どころがない場合はって書いてあるでしょ で2行目後ろにその地を包括する行政区画内における最寄りこれがその言い回しね県内最寄り都内最寄り道内最寄りってことを言いたいんです次は営業保障協宅を見てください営業保障協宅例えば事務所をいくつも構えているというような場合はどうなるかっていうと主たる事務所に 全部入れるんです。例えば、あのー、業種によっては、主たる事務所1個につき300万、重たる事務所1個につき50万、えー、そこの、えー、そういった業種がね、獣たる事務所を3つ置くっていった場合、全部で450万積むことになりますが、これは全部主たる事務所の教託所に積むんです。米印見てください。これが足のいの引っ掛けになります。 では次裁判上の保証供託民事訴訟法の担保教託見てください、えー、裁判上の保証教託は担保提供命令という決定が出ないと提供義務は負わされません担保を積みなさいという決定ねで基本的にはその担保を積みなさいといった決定そこを出した管轄に教託しなさいってしてるんです ただ、その下民事執行上の場合についてはその担保提供命令を出したところでもいいし現実に執行している強制執行しているところでもいいですよとしています。今回の足の絵ですが1行目後ろあたり担保を立てることを命じた裁判所これが発令裁判所っていう意味で書いてる、ね、表現なんですよ。 では、ページの方はね、めくっていただきまして、3ページの方を見てください。えー、中一管轄違いの効果と、まあ、場合と載ってまして、ぜひこれちょっと横断的に押さえてください。民事訴訟、執行、保全、教託とあって、基本的には移送してくれるんですよ。ただ、民事訴訟でも督促手続き。これは、訴訟じゃないってことで、移送してくれません。却下です。 また宅に関してても却下と扱われていますただ右側の方なんですが米印誤って受理された場合というところを見てください本当は管轄権がないところが預かっちゃったらどうなるかっていうとこれは無効ですよとでただ弁済教託ってところ5行かな見てください その弁教託っていうのは債権者のためにやっているわけですだったらその債権者が「いいよ」って言ったりとかもしくは受け取りに来ているんであればもうこれはいいじゃないですかともともと管轄は債権者の便宜のためなんですから債権者が OK 出してりゃいいよねとはいそれが言っているのが今回の「足の尾」になります ちなみにその下んですが、過去問題は出てませんが、営業保障許諾。これについては、もう営業を始まっているというところから、無効にして取り戻しをさせるのは適当じゃない。無効にして取り戻しを見たのは適当ではなく、これは有効にして、えー、あとね、えー、保管替えってことをしてもらうことになります。では続け体系番号 1D の3。 年度番号が十年の九問です。で、こちら、供託当事者ステップワン、やってください。どうぞ。 レジュメ三ページ下の方をお願いします。誰が供託者になるべきか、そしてそれ以外の人はできないか。かなり問われる論点です。それ以外の方ができないかばっかりよく問われます。え、まずは弁済供託からいきます。弁済供託はこれ誰が供託すべきかって言ったら。これはちゃんとして提供した債務者。 これが教託者になるべきです。じゃあ、それ以外の人はできないかっていうと、債務者以外だって、第三者弁債の要件をクリアすれば、債務者以外だって弁債ができるでしょだったら、そういった人が断られたんであれば、相手に断られたとか、受け取れないという事情があれば、そういう人が教託しても問題ないよねと。弁債することができる人は教託できるんだから、債務者以外だってできるよね 今回の足の尾かな。ちょっとあえて一くことします。裁判上の保証協諾見てください。この裁判上の保証協諾、これはあくまでも被害者の担保、えー、被害者の損害の担保のためにやっています。であれば、確かに本来は担保提供命令を受けた人、担保提供命令を受けた人がお金を納めるべきです。でも、誰が納めたお金、有価証券であっても、 損害の賠償にはなるんですよ。彼のお金じゃないと傷が癒えないわけじゃないんです。誰のお金だって傷が癒えるんです。そのため、誰が供託しても別にいいとしたわけです。一方、比較してほしいのは、上から二段目の営業保証供託です。これに関しては、損害の賠償、 え、損害の担保という点もあるんですが、もう一つ大きな点があって、商人の信用性の工事商人の信用性の工事自分は教託をしていても、不動産業をやれるんだぜ。お金多額に積んでても、こういう事業をやってられるんだぜと。そのように商人の信用性を表したいという点があるので、これは商人自身がやんなきゃいけない。 第三者にやらせることはダメです。ダメだ、ダメだとしています。以上のところが、あと、う、になります。えー、一段飛ばして一番下しボッシュ教託。このボッシュ教託というのは、えー、こちら、その、とえー、その選挙、えー、例えば選挙教託であれば、その立候補する人、 え、この人の懐を痛めることで目的があります。だから、その人自身が強託者であり、その人以外,以外が強託者になれば、懐を痛まなくなってしまいますので、認めません。あくまでも、立候補する人に懐を痛めさせるのは目的と。ちょっと悩ましいのが、次の CF です。仮差し押抑え、解放金という話です。 まず結論を見てやってください。じゃあどういう流れかから先行きますとね A がいて B 審債権があってこの B 審債権に A が仮差しをしていたでここで B が供託をするで B が供託をすることによって B は取り戻し請求権を持つ。 それに対して A が仮差しを移動させる。これが仮差し押さえ解放金の供託した時の状況です。え、仮差しをから外しをし、B がお金を積む、お金を積むことによって取り戻し請求権を持つ。仮差しはそっちにスライドするということです。一つ問題があります。これは、 このお金を積んだのが今 B が供託したと言ったんですが全く別人の X が収めた場合はどうなんでしょうと。下の方の3行読んでみてください。 はい。あくまでもね、債務者が B で、B の取り戻し請求権であれば、強制執行はできるんです。債務者が B であれば、B の財産に仮差しなりえ、強制執行はできます。ですが、別人の財産になってしまうと、そこに仮差しを仕掛けることはできなくなります。債務者の財産だからこそ、え、こちら。 債務者の財産だからこそ、えーさ、借り差しができるんであって、債務者以外の財産になってしまえば、借り差しができなくなっちゃうよね、と。ということで、第三者による教託は認められない、と。そういう結論になっていくわけです。 では続きましょう。次は体系番号 1D の4。年度番号が13年の8問です。全部やってみてください。ステップ2です。どうぞ。 レジュメの方で言うと四ページを見てください、えー、協宅行為能力というところです、えー、産業を見てもらっていいですかで、これ考え方は民事訴訟と同じように考えてください民事訴訟は能力ない人がやった場合は有効で取り消しじゃなく無効だったはずです民事手続きの、えー、一番上の民事訴訟ですら、えー、そういう扱いです であれば、まあ、そのようしたと言っちゃいけませんけどねその民基本形である民事訴訟ですらそうなのでその派生形である教託に関してもやはり能力なければ無効と扱います。はいで、えー、図表の4、えー、こちらの方誰が能力あるかという点についてもこれは 民、えー、民事訴訟と同じで、未成年、非後見人は完全無能力。それ以外に関しては、同意があればできる、という扱いになります。中の一も見てください。ここまで来ると、民法上能力が認められるので。供託法の世界においても、オッケーとなります。 足の1はよろしいでしょうか無効扱いってことね。では次に、足の4。非相続人相続人とあります。例えば、ある方が死んで、相続人なくして死んでしまえば、相続財産管理人が登場してきますよね。また、ある方が死んで、 遺言書を残していたと。遺言書を残していて、その遺言書で動く人、遺言執行者を選んでいた。はい。そんなような場合で考えてください。特に今回はこの遺言執行者の方で見ていきたいと思います。あるね、財産を遺贈する遺言執行者が頼まれている。で、遺言執行者が渡そうと思ったら向こうが受け取れる状態じゃない。そこで、 この遺言執行者が、教託をすることになったんですが、じゃあ、この時の、この時の、教託者は誰になるのかと。考え方としては、こちら。本人を非相続人とはできない。死んじゃってるから。ってなれば、本人を相続人 A、遺言執行者を代理とする。 という考え方もできると思います。じゃあちょっと文章を見てやってください。教託者が相続人 A、代理人が遺言執行者 B。一見綺麗に見えるんですが、これやっちゃうとね、教託者が A だから、A が取り戻しできちゃうんですよ。 つまり、親父が遺贈しちゃっている。それがムかついていると。で、持っていったら受け取れないから、遺言執行者が、教託をした、本人の名前は俺になっている。だったら、取り戻しちゃえと。取り戻して遺贈できないようにしてしまえと。これができてしまうんです。はい。 そこで結局ここは、え、扱いはどうしたかって言ったら、供託者は相続財産管理人、もしくは遺言執行者自身なんだってしたんです。その人自身とし、え、こちら相続人が関与できないようにしていると。これで足の四が、 誤りになるんです。はい。じゃあ、次に五ページ見てください。で、五ページは供託書きに何を書くかというのがまとまっています。 そこの上から二つ目、丸の2を見てほしいんです。非教託者が特定できるときはその表示と、って書いてあって、右側に自然人の場合、法人の場合という書き分けができています。で、ポイントは、特定できる場合という言い回しなんです。教託をするときに、非教託者をズバリ、 わかる場合もあるし、A なのか B なのかわかんないなとか、A の相続人なのはわかるけど、具体的に誰なのかなと。このように完全に特定しきれない場合もあります。だから条文は特定できる場合は書きなさいとしてるんです。どうでしょうか足野さんこれでいきます 特定できなくてもそれはそれで構わないと特定できる場合だけ書く場合いのであってできない場合は書かなくていい裏を返せば特定できなくても教託自体はできますよとはいで他の足を見ておきます他の足ですが、えっと、2と5足の2 裁判上の保証協託においては、えこちらはえ第三者のお金であっても損害の回収になるんだからいいですよと。一方、足の子ですが営業え、商人の信用性を講じしたいんだから、第三者はダメだということですね。 では続いて弁済教諾を見ていきましょう。体系番号が 3c の3。年度番号が26年10問。26年10問。全部やってみてください。どうぞ。 レジュメの方でいうと7ページを見てください。うから乙に債権がありこれを平と帝に二重譲としていると思ってください。えこの時に乙から不加口供託ができるかと例えば一番上。 双方については確定日付などの通知、承諾がない。つまり、兵も手も両方とも、俺が債権者はと言えない状態です。ふと落ちと締めれば、誰に払えばいいかわからない。そういう状態に追い込まれます。なので、払えばいいかわからないので、教託を認めています。一方二段目。一方につき確定日付がある。 例えば、片方だけ。片方の方だけが、え、じゃあ、兵にしましょうか。兵だけが、え、確定日付通知をしていて、手はやってない。この場合は、兵にさえ払えばいいんですよね。兵にさえ払えばこと足りるんですから、え、こちら、誰に払えばいいか分からない状態じゃない。よって、教託は認めない。 じゃあ次。双方確定日付通知がある。で、二段目。どっちかが先に届きましたと。いう場合。これはその届いた方に払えばいい。だから誰に払えばいいかわからない状態じゃない。教託は認めない。一方、同時送達が明らかな場合。 同時争奪が明らかであれば、先に請求に来た方に払えばいい。よって誰に払えばいいかわからない状態じゃない。供託は認めないと。こうなっていくわけです。 で、今回の足を見てほしいんですが、今回のうの足かなうの足は同時に届いているんですから、請求来た方に払えばいいので、不確地協教託は認めないと。じゃあ次の表に行きましょう。え、こちら。持参債務という場合です。債務者が、 債権者のところに持っていく。債務者が債権者のところに持っていく。という場合の債務の内容を持参債務と言います。債権者側にトラブルがありました。教託をしようと思ったんですが、債権者側にトラブルがありました。この場合、トラブルごとにどこに教託すればいいのか、トラブルごとにどこに教託すればいいのかというのをまとめました。 はい。一番上の債権者不確地を見てください。本来債権者のところに供託をしたいんだけど、えー、こちら。A または B、A または B、どっちが債権者かわからないのに供託したい。この場合じゃあどっちにすんのと。っていうと結論を見てください。これはいずれかどちらでも構いませんよと、優劣ないので、 どちらにしても構いませんよとしています。これが足の「あ」の部分となります。一方、8ページお願いします。 で8ページですが、えー、状況はコが A さんのアパートに住んでいたとでこのアパートのオーナーの A さんが死んでしまって、まあ、相続関係で相当揉めているとでピンポンピンポンなって私に払い私に払いいや全部払いとかい,いろいろ言ってくると。ってことで下の段宅の可否を見てくださいもうこれ借り手としてはもう知ったこっちゃないんですよね再あの誰が債権者で争ってなんて。 なんで教託できますよと。調査義務のところを見てください。じゃあ借り手側はオーナーさんの相続関係を調べなきゃいけないのかと。なんでそんなことしなきゃいけないんですか借り手側が。ってことでも、ね、調査義務なんてもちろんないよと。はい。で、これ聞いたのが今回の絵かな。 っました非供託者の表示っていうのを見てください本来不確地供託は非供託者には A または B、まあ、または C もいるかもしれませんが誰か分かんないのでこの候補者を書くものなんですですが今回この事例の場合候補者も多すぎるしいるかいないか分かんない人もいるんです例えばどっかでねあのオーナーさんがあのお子さんをお作りになっていて認知をしてない で、4 5認知が起きるかもしれない。もうそこまで考えたら A または B という形式で書くのが無理なんですね。このの場合、住所何の相続人という書き方でいいんだと。だから住所書いて A さんの相続人ひいきだけはそれでいいですよと。 では一番下を見てください、図表9か教託法救助の具体例え教託書きには A または B と書いてましたどっちかですよとで実際、訴訟で A が自身の債権者と分かりましたこの場合、教託は有効だと。だから A は その収められた教託から還付請求ができるわけです一方二段目 C が還付請求を権を持っているつまり C が真の債権者だとしますでこの場合 A または B で教託した意味ってないよね A または B で教託したっていう実益が全くなかったんですそのため これ、供託は無効とします。したがって、還付請求 C、この状況で還付請求ができないんです。供託有効、供託無効とい言い方で押さえてもいいんですが、こちら、有効だということは還付請求ができる。無効と言ったら還付請求ができない。 そのような落とし方処理の仕方もぜひ言えるようにしてください今回は足の「お」A または B で「B」で C が真の権利者と分かりましたので今回の強託は無効なので還付請求できないになるわけです